議長のお許しを賜りましたので、私は先の発言通告書に基づき質問をさせていただきます。今日の快適な市民生活に欠くことができない公共下水道の建設は、昭和48年度に事業着手され、39年目を迎えております。その間、下水道の整備が多くの市民の方の理解と協力、行政の積極的な取り組みの結果、現在では、住みよさ日本一を実感できる町、森山で大きなウエイトを占める事業になっているところでございます。ご存知のように、市内の下水道は、公共下水道事業と農村集落排水事業の2つのからなっております。スタート当時は、琵琶湖の水質を守り、市民の生活の快適性を高めるために、琵琶湖総合開発関連事業として、国庫補助率が他県より10分の1多い、10分の6のところでございまして、積極的に取り組み、大きく進捗をしたところでございます。今日までの建設事業費は、おおむね600億、うち農村集落排水63億を投下する中、管路延長公共下水道 319.4km、農村集落排水36km、普及率は公共下水道 93.7、農村下水、農村集落排水 100%、水洗化率は公共下水道 96.5%、農村集落排水 91.2 とのことでございます。今後とも森山の貴重なこうした財産をであります、下水道事業を守り、育てていく必要があると思うものでございます。一方、現在経営面では、企業法の全面適用に向けた取り組みを進めようとされているとのこと、施設面ではポンプ場などの機能維持に計画的に取り組みをされていること、加えまして本年度予算では山鹿杉江地区の農村集落排水を公共下水道に接続を進めるなど取り組みをされているところでございます。こうした将来を見通した今日的取り組みに対して参与を送らせていただくものでございます。そんな中、以下3点について上下水道事業所長の所見をお伺いをいたします。まず1点目は、森山駅周辺の特に人口増地域での下水道環境の許容量について、現在はどのような状況なのか、今後の対応も含めてお尋ねをするものです。同時に、下水道管の経年劣化への対応と、その基本的な考え方についてお伺いをいたします。3点目は、本年度の農村集落排水の公共下水道接続に続き、施設、機能、経費等の面から、処理区の問題もあるとは存じますが、できるだけ速やかに計画的に残る地域の集落排水も公共下水道に接続する必要があると考えます。が、担当所長の所見をお伺いし、私の質問を終わらせていただきます。上下水道事業所長。
議員ご質問の下水道事業の今後の在り方についてお答えいたします。本市の下水道事業は昭和48年に公共下水道事業、平成元年より農業集落排水事業、平成8年より、特定環境保全公共下水道事業にそれぞれ着手して以来、現在市全域で下水道普及率は 99.8%、 水洗化率は 96.3% となり、下水道整備事業は収束に向かっているところでございます。維持管理に主眼を置く中、安全で安定した施設管理を行い、市民の快適な生活と公共水域の水質保全に努めているところでございます。先ほど長寿命化事業や農業集落排水事業の公共下水への接続の取り組みについてご評価をいただきましてありがとうございます。それでは1点目の森山市駅周辺の人口増地域での下水道環境の許容量についてでございます。森山駅周辺における下水道環境の許容量につきましては、平成19年に流量調査を行っております。下水道におけましては環境の半分を流水断面として余裕率を 100% 見込んでおり、計画排水量は1秒間に 0.0247 流米で、実流量はその 48% でございました。その後森山駅周辺には現在建築中のものを含めまして4棟261戸のマンションの建設があり、実流量は 72% と推定しているところでございます。今後におきましてもマンション建設が予想されますことから、定期的に調査を行い現状を把握しながら必要に応じまして下水道環境に負荷が生じないよう排水経路の変更等も検討してまいりたいと考えております。次に2点目の下水道環境の経年劣化への対応と基本的な考え方についてでございます。本市の公共下水道につきましては事業開始以来39年が経過しております。こうしたことから計画的に環境のカメラ調査を行いまして随時補修を行い維持管理に努めているところでございます。また平成22年度には採択を受け下水道長寿命化事業により早野ポンプ場およびマンホールポンプ施設の長寿命化を図っております。今後は耐用年数を迎える環境について早野ポンプ場およびマンホールポンプ場の更新事業に一定の目処がつき次第長寿命化や更新等の事業を計画的に進めてまいりたいと考えております。最後に3点目の農業集落排水の公共下水道への接続についてでございます。農業集落排水事業の公共下水の接続については平成21年度に公共下水道事業の変更認可を受けまして杉江山川地区については公共下水道計画区域に編入し平成27年度の供用に向け本年度は農業集落排水施設の廃止手続きを進めているところでございます。残る6処理場のうち新城、服部および小浜地区につきましては安市の処理分布となりますことから安市の事業進捗に合わせる必要がございます。また佐塚は辰田、今浜、水戸地区につきましては変更認可を受ける中計画的に公共下水道への接続をしてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。